さてこちら福井は雪国なのでそろそろね、スノータイヤへの交換が必要となってきました。そこで本日紹介するのはこちらです。エマーソントルクレンチ。これを使えば最後トルクを指定して締め付けることができます。まあ普通にやってもね 99% 大丈夫なんですけども、これを使うことで 99.9% ぐらい大丈夫になるみたい。やっぱね規定のトルクで締め付けしたいですよね。まずねスノータイヤがどんなものか知らない人のために、これがノーマルタイヤで、これがスノータイヤとなります。溝がこのようになっております。まずはねジャッキアップですよ。ジャッキアップ、まあね油圧を使うと楽なんだけど、ちょっとねこの作業が疲れるのです。こんな感じで浮かすことができたら次はナットを外します。よいしょ、はあ、そんでね次のタイヤを、よいしょ。まあ当たり前の話なんですけども、このねネジのところに合うように、よいしょ、取り付けますと、よいしょ。ほんでねナットをちょっと取り付けて、ほんでねまずここで仮締めね、車体をね下ろしてしまいましょう。よいしょ。ここからはねエマーソントルクレンチの出番となります。こちら開けますと、よいしょ。まずこいつが本体でございます。そしてねこのようにナット径に合わせて入っております。私のやつはねこの 21mm というタイプ、バッチリ。そんでねまあこんな感じでガチッとくっつけてやるわけなんですけども、タイヤはねニュートンメーターということで、あのメーカーとか車種によってあの締め付ける力の強さっていうのが変わってくるみたいなんですよ。私のブログの方に、一例アップしておいたんですけども、詳しくはディーラーさんに聞いてみてください。はい、ほんでねトルクレンチを使って規定のトルクに達するとカクンカクンって言うんですよ。ほんで締め付けは OK。 これをね対角線上に行っていきましょう。はい、完了です。今回のこのトルクレンチを、使う意味としては、まあね、こういったやつでも締め付けることできるし、まあ普通のやつでも締め付けることできますよね。ただね、力の加減っていうのがわからないんですよ。もしその締め付けすぎた時、ボルトが根こすぎガチッと折れてしまうことがございます。しかし逆に弱すぎると外れることもあるんですね。道路走ってってねタイヤ飛んでたらシャレになりませんよね。そういう意味ではね、ガソリンスタンドとかも、まあ、こういった工具使うことあるんですけども、やっぱ最後の確認はこのトルクレンチを使うみたいです。あとはねこちらの空気入れ、こちらねガソリンスタンドとかに行くと、1本50円ぐらいで空気入れたりとか、してくれるみたいです。さてこちらエマーソンのトルクレンチ、気になるお値段はアマゾンにて3440円でした。まあ高いと思うかはあなた次第です。以上タイヤ交換に便利なトルクレンチの紹介でした。